こんばんは、リーナです。今回は録画外で進めていたクエストが完了した報告からだよ。って、何やってるの？いやー、倒したモブに変身するモッドで遊んでいるだけだよ。ああ。そういえば導入されていたんだっけ？まあ、それで遊ぶことができたとしてもそんなに面白みがないから、クエストをさっくりと終わらせるよ。牛のクエストの内容を改めて確認するけど、最終的に全種類を確保すること。今の達成状況は、最初の4種類の牛を確保して、次の目標がそれぞれを交配して生まれる牛たちを杖で確保するのが目標となっている。ちょっとしたうっかりで黒曜石牛のクエストを達成しちゃっているけど、すべての牛を確保しているから問題はないね。ちなみに、交配で新しい牛が生まれる確率ってどれくらいなのかな？ほとんどの場合は 30% で生まれるかな。インフィニティ牛のルートは交配が進んでいくにつれて確率が下がっていくんだけども。それじゃあ、今まで集めた牛を杖に収めていこう。中央より北部に液体牛専用区画を設けているよ。より多くの液体を貯蔵できるように 5×5 の高さ9ブロック分のチェンカータンクを用意してあります。これで在庫も時間経過で増えていくようになったし、高揚化モッドに取り掛かるのがかなり楽になるんじゃないだろうか。あとはこの辺りの外壁や床、天井をどう装飾するか悩むところなのよね。今回は小生石だけしか使わないというわけでもないから、どのブロックをメインにするか悩ましいね。潤沢な資材で優雅に建築を楽しむのは、マインクラフターとしてのたしなみだと思う。建築より冒険が好き。効率の良い施設を考えるのが好き。といろいろと楽しみ方の方向性があるけどね。ひとまず、これで牛のクエストカテゴリーはオールコンプリートだ。長く苦しい戦いだった。いや、その字幕はどうなのよ。というか、あれだ。交配自体は録画外での作業だから交配でめちゃくちゃインフィニティ牛が出ない。と、死んだ魚のような目で小麦をばらまいていた苦労は伝わらないよ。いやー、本当に出ないものだったからねー。と、牛での苦労はここまでにしておいて、今度は鶏のクエスト関係に着手していくよ。鶏のクエストは、覚醒ドラコニウムの鶏を交配でゲットすれば大丈夫。という種類が少なめのクエストカテゴリー、なんだけども。他の種類も交配でゲットできるようにしておけば、かなり便利だというのを知っているから、全種類ゲットしております。そして、そんなに多くの在庫を確保しなくても大丈夫だということで、ストレージドロワーネットワークにていくつか保管しているという状態かな。ああ。そろそろ中央の拠点部分も床と天井、壁をリフォームしておかないとな。そのうち着手する予定ではあるんだけどね。中央部分はエントランスにしたいから、あまりごちゃごちゃとした雰囲気にはしたくないけどね。と、このままだと話が脱線しちゃうから、クエスト目標となっている鶏をインベントリーに確保しちゃいましょう。ちなみにこの鶏の相当順に関しては、ジャストイナックアイテムズ準拠となっているかな。さりげなくだけども、交配で生まれない特殊な鶏もしっかりと確保してあるのよね。特殊な鶏の入手方法は割と簡単だからね。普通の鶏に特定のアイテムをあげると変身するんだよね。変身するというアイテムは、黒色のバナー、ケーキ、本、鳥にトロトル円、草ブロック。順にバナー、ケーキ、卵、花火、草ブロックを生むんだ。これらの鶏が何の役に立つのか、といった疑問も出てくるかな。いや、ケーキは結構有効に活用できるよ。ボタニアのケキムラスの運用が簡単になるのは結構大きいと思うし。さて、そんなことを喋っているうちに鶏を入手するクエストが完了だ。さて、あと鶏のクエストカテゴリーで残っているのは、パムズハーベストクラフトのグランドトラップ関連と、ミスティカルアグリカルチャーの鶏の種を作成するクエストを残すのみとなった。ひとまず、鶏の種を作成するクエストから取り掛かることにしよう。ソウルサンドと石ブロックでソウルストーンを作成して、かまどで精錬すると、ソウルダストが出来上がります。この、ソウルダストとプルデンティウムエッセンスを組み合わせることで、ソウリウムダストという粉が出来上がり、これをかまどで再度精錬することで、ソウリウムインゴットという特殊なインゴットが完成します。これでダガーを作ったりすることもできますし、ゲンカースコンストラクトの素材としても利用することができます。今回はミスティカルアグリカルチャーのダガーを作成することにしましょうか。これから作成するダガーでモブを倒すと、低確率でモブチャンクというアイテムがドロップすることがあります。このモブチャンクとベースとなる種、エッセンスを組み合わせることで、モブエッセンスの作物が実る種を作成できるわけです。というわけで、中途半端な能力な鶏さんを材料に、モブチャンクを回収しましょう。いや、それにしてはかなり数が多い気がするんだけど。
まあ、放置していた結果というわけだ。でもモグチャンクもそれなりに回収できたね。鶏の種に関しては、活用しようという気が全然ないから、作るだけになっちゃうんだけどね。だって、すでに全種類集め終わったところで、これをやるってのがおかしいもん。いずれにせよ、これで鶏の種を入手するというクエストも無事に完了したわけだ。あとはグラウンドトラップを運用する際に必要な、仕掛ける餌となるブレインバイトを作成し、周囲8ブロックが草ブロックであれば、餌を入れておくだけで動物由来のドロップアイテムが入手できるグラウンドトラップを作成。これでクエストカテゴリーの鶏が全部完了したことになるかな。なんとかパート10個目にしてクエストが進んできた、って感じがするね。のんびりペースだけど、まだまだ先は長いのよね。それでも、ここからの進行はかなり早くなると思うかな。準備が整ったわけだから。あとは鶏をルーストに格納して、素材の在庫を確保しようか。なんとなく、イマーシブエンジニアリングスのベルトコンベアを利用しているけど、負荷がすごいことになりそうな気がしてるのよね。現状でも、録画ソフト起動するとかなり重くなるからね。そうそう。録画外でダメージポーションを作成したから、ちょっと箸休めにランダムシングスに着手するかな。まず、下準備としてモブを大量虐殺します。そうすることで、無念にも散ったモブから、魂が抜け出てくることがありますので、スプラッシュダメージポーションで消毒してあげましょう。そうすると、山岡凛ちゃんがエクトプラズムというドロップアイテムを落とすので、これを適当な苗木に使用します。そうすると、苗木が変化し、この苗木が成長するたびにエクトプラズムを入手することができるようになるわけです。盆栽での栽培も可能なので、こちらを利用すると良いでしょう。まず、このエクトプラズムで作成するのは、1チャンクを丸ごと照らす照明だよ。これがあれば湧き潰しがかなり楽になるんじゃないかと思っているけど、描画負荷とかあるのかな？量産しておけば、拠点内部すべてが明るい状態にもなるだろうし、量産体制を整えようか検討中だったりするけどね。使用してみた比較がこちら、何も置いていないのにかなり明るいね。本当に1チャンクしか明るくならないけど、上下関係なく明るくなるのは大きいかな。お次に作成していくのは電力の無線供給が可能になるというアイテムだ。よくトレジャーチェストから出てくるコイルは自動的に発電するというものだけども、自分で作成する場合は無線給電なのよね。ただ、送電量が最大で1万 RF パーチックを超える電力を遠隔で送電できるというのは、結構強力なんじゃないかと思うよ。クロイさん、さっきからカチャカチャ、音が鳴っているけど、あれから何か配置したの？ああ、それはメカニズムのロジスティックソーターだね。鶏スペースのバッファにしているチェストにつけてるよ。このカチャカチャっていう音が割と好みなんだよね。機械の作業音とか、割と好きな人って多いのかしら。っていうか、コイルの無線送電量って最大で 24,480RF パーチックなのね。相当便利なアイテムになるじゃない。ただ、コイルだけじゃ作用しないから、無線給電するためのバッファーも用意してあげる必要があるし、ちょっとコストが重いのよね。ああ。確かにネザースターが必要なのは、人によっては嫌がるかもね。私の場合は、タイニープログレッシブというモッドの力をフル活用して楽に討伐できる環境を用意したから平気だけどね。というわけで、無線給電の方法を確認しようか。まず、スペクトリエネルギーインジェクターというブロックに電力を供給してあげる必要がある。これで無線給電の準備が整うから、あとは先ほど作成したスペクトリコイルを電力ケーブルやマシンに貼り付けるだけだね。コストに見合った便利さがあると思うから、有効に活用していきたいところでもあるかな。確かに遠隔地に給電できるとかっていうのは大きいかもしれないね。チャンクロードもしっかりとしていれば、大規模な発電施設を1箇所に作成するだけで大丈夫そうだし。いや、その場合だと不慮の事故で発電施設が壊れたりしたらブラックアウトするから、リスク分散はした方がいいけどね。さて、最後に手持ちの電動ツールにも給電できる装備アイテムを作成して、今回は終わりにしておこうかな。電力を消費するようなツールをまだそんなに作成していない気がするけども。転ばぬ先の杖。ということで、準備はしておいた方がいいことが多いからね。というわけで、ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回でどれくらいのクエストが進むかな？結構終わらせることができそうな気がしてきたよ。ここまで準備もしてきたからね。次回が楽しみだ。